大きな声で登壇しています、豊島区議会議員楠澤亮と申します。この前ですね、私ども池袋の東口で NHK にスクランブルを放送をしてくれと、スクランブル放送というのは契約してないと素の話になっちゃうですね、ワウワウと同じような仕組みにしてほしい、そして集金人は夜中に来ないでほしい、こういうようなですねお願いをするデモを行ったところ、池袋東口の方でやったんですけれども、そちらに300人ぐらい、デモの方が参加していただきました。実はそういうのデモ3回目なんですけれども、NHK は愚か、民放各社どこの新聞社も取材に来ませんでした。東京五輪、反対集会なんていうのを、開幕式の時に会場の表でやってたらしいんですけれども、そちらはですね、30人ぐらいの集団の集会でも、全国放送をすると、ですが NHK にスクランブル放送に来てください、いうデモは300人来ても一切報道しないのが日本のテレビ局であります。新聞もどこも取材に来ませんでした。3回やってても1回も来ません。このようにですね、 NHK はスクランブル放送にすると売り上げが半分以下になると言われてまして、 NHK にとっては非常に都合の悪い、ことなのであります。自分に都合が悪いことは一切世の中に伝えない、それが NHK と民放各社、NHK のライバルであるはずの民放が、喜んでこういうデモ NHK スクランブル要求を放送しないのはですね、ライバルというよりも、民放各社は NHK の子分であるからだと言われております。関係者さんですね、民放各社は NHK に頭が上がらない、親分子分の関係だ、そう聞いております。ですので NHK スクランブルというですね、自分にとって都合の悪い、 NHK にとって都合の悪いデモは民放各社も、こぞって報道しません。取材にも来ません。これが日本のテレビ局であります。左翼系の集会などは5人ぐらいでやってても全国放送、ですけれども NHK に都合の悪いスクランブルデモは300人来ても伝えない、ですので、知らない方も非常に多いと思います。実は11年前にフジテレビ抗議デモというのがあって、そちらの方は1万人近く、集まった盛大なデモになったんですけれども、その時も、フジテレビは初め公共放送を自称している NHK も取材に来ずに黙殺いたしました。ですので知らない方も多いものと思われます。自分らに都合の悪いことを一切ニュースにしない、それが日本のテレビ局であります。テレビでやっていなかったからといってですね、なかった、この世に存在していない、そういうことではありません。 NHK にとって非常に都合の悪いデモも存在しておるのです。ただ NHK と、古文の民放各社が伝えないだけであります。今度の参院選挙、東京選挙区に私立候補する予定なんでありますけれども、9条破棄というのを公約にしております。昨日ですね、ロシア政府、ロシア下院議会がですね、北海道はロシアのものだと、宣言したようであります。下院の議長もですね、日本に戦争を思い出させてやる、こんなことを発言いたしました。
これは宣戦布告かな、普通の国ならそう思うところであります。で、9条があればどこも攻めてこないなんて、あのどこかの党が盛んに宣伝しておりますけれども、全くの嘘なことは今のウクライナを見れば分かることだと思います。国会でも立憲民主党の議員さんが原発を攻撃されたら大変だから原発そのものをなくしてしまおうなんて国会で発言しておりましたけれども、9条があれば責められないんじゃなかったのか、多くの方にツッコミを入れられておりました。いくらですね、きれいな法律、憲法があったところで侵略する側は全く構わず踏みにじる、攻めてくるというのは今回のウクライナの惨状でよく分かったことだと思います。で、9条が存在すると日本の自衛隊さんはできないことがたくさん増えます。行動が制限されてしまいます。いざという時に日本人を守りきれません。ですので9条は早く、なるべく早くなくしてしまってですね、きちんと日本と日本人が防衛できるように、これを目指して9条破棄を訴えさせていただく予定であります。その他にですね、 NHK スクランブル化なども訴えさせていただきますけれども、もう一つは9条と並んでですね、世界で日本だけという特色、皆さんご存知でしょうか。それはですね、世界中の国にあるスパイ防止法が日本にだけないということであります。こちらの方もですね、成立させようとすると死に物狂いで反対する議員や政党がおりますが、スパイ防止法反対するのはスパイもしくはその仲間、そうとは思われませんでしょうか。後ろめたいところがあるから、ひょっとしたら自分が捕まってしまうからスパイ防止法を作ろうとすると必死で反対する議員たち、政党、自分たちはスパイですと白状しているようなものなのであります。私、夏の参院選立候補する予定で、9条破棄を訴えさせていただきます。NHK スクランブル化も訴えさせていただきます。スパイ防止法作りなさい、それも訴えさせていただきます。公務員の給料もうちょっと上げなさい、これも訴えさせていただこうかと思っております。特にですね、労働系の警察官、自衛隊員、消防隊員、介護の職員さん、ここら辺はもうちょっと上げてあげないとかわいそうであります。豊島区区議会選挙に斉藤敏彦が立候補する予定であります。皆様何卒お見知りおきをよろしくお願いいたします。豊島区大津戸駅をご通行中の皆様、少々お時間をいただきまして、少し騒がしくなりますが、お許しをいただきたいと思います。私は日本改革党、こちらの豊島区支部長をお務めさせていただいております斉藤敏彦と申します。この
日本改革と少し説明をさせていただきますと、もともとはテレビ改革党という名前で発信いたしました。何を言っているかというと、最近のテレビはひどい、嘘を報道する、真実を報道しない、そういったことを問題に取り上げて、特に NHK 問題を中心に活動してまいりました。テレビだけではなく、やはり日本も改革しなくてはいけない、そういうことで、テレビ改革と改め、日本改革党として、最近、発足いたしまして、船出をいたしたところであります。その船出に際し、各支部長募集ということで豊島区から応募させていただいて、現在ここに立たせていただいております。まあ、そういった経緯で、テレビの改革、そういったものを通して、国政そのものをもっと変えていきたい、そういう願いを込めて、活動してまいりたいというふうに思います。今日何を申し上げたいかというとですね、テレビがいかにひどいか、これを、論点として述べさせていただきたいと思います。まず第一に、少し申し上げました、テレビは嘘を報道するですね。これ本当に困ったもので、例えば、今国の借金1200兆なんてことが言われております。国の借金、非常に曖昧な言葉なんですが、日本国家の借金は1200兆円もありません。むしろ海外に350兆円を貸しております。借金などありません。なので国民1人当たり800何十万900万、そんな借金はありません。政府が国債という政府の負債を発行した、その累積が1200兆円、ただそれだけの話です。しかもその中にはですね、政府の実質上の子会社である日銀が買い取ったおよそ500兆円分も含まれております。したがって実質的には700兆円ぐらいのしか政府の借金はありません。まあそんな詳しいことはネットを検索すればいくらでも出てくるんですが、相変わらずテレビはこういう真実を報道しません。これが2点目の問題です。1点目は1200兆円そのものが嘘である。2つ目は1200兆円もないじゃないか、それを報道しない自由を持っている、これが今の報道でございます。日がな一日テレビ局各チャンネルですねは、ワイドショーを垂れ流しています。自称専門家と名乗る人がいろいろ、まあ、今流行りの病気のことですとか、ウクライナの戦争の話ですとか、あるいはそれ以外のことも含めて、偉そうに語っている人はいっぱいいますが、本物の専門家に言わせればそんなのは嘘だということがもうすでにネット上では看破されております。そういったことも含めまして、テレビの状態があまりにもひどい、これが国民への情報伝達を阻害しているのではないか、そういうふうに私は考えております。そういう活動を通しまして、国政ですね、今年、参議院選挙があります。我が党首靴沢がそちらに立候補予定なのですが、そこで、憲法9条廃止、それから NHK スクランブル放送の実現、そして大事なこと、消費税の廃止、これですね。消費税は私実はブログを少々書いているんですけれども、こちらの方にも詳しく書かせていただきました。こんなに悪どい税制はおそらく世の中に存在しないのではないかというぐらいに、消費税はやばい税金です。この消費税を今 10% ありますが、これをなくすことで皆さんの使えるお金が 10% 増える、それだけで景気浮揚の効果があります。今ワクワクキャンペーンとかなんかやろうとしてるみたいですけれども、こんなことよりも消費税一発、法案一本通してなくしてしまった方がよっぽど日本人の、日本と日本国のための景気浮揚になります。そして景気が浮揚すれば、先ほど9条廃止ということを当主がおっしゃっていましたが、
その軍備、あるいは軍備だけじゃないですか、防衛に関するさまざまなもの、これは、実は軍備予算、軍事予算だけではなくて、日本国の国民の生活が豊かになる、これが非常に大事になってくるというふうに思いますので、ぜひともこの消費税廃止、これを実現するために我が都市靴沢を国会に押し上げていただいて、問題点をさまざま皆さんに披露させていただく、そういう機会をいただきたいというふうに思いまして、こちらで、活動をさせていただいております。私は斉藤俊彦と申します。来年の区議会選挙に立候補予定でございます。こちらの名前も少々お見知りおきいただいて、今後さまざまな形で、豊島区の皆様に、お目通りを願いたいというふうに考えております。なお質問などございましたら、私もしくは靴沢の方まで、お気軽にお電話ご相談、あるいはメールでも結構です。いただければ丁寧なご説明と、それからできれば議論をする、そういう場所も設けさせていただければというふうに考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。